今日はですね、もうご覧いただいている通り、僕の大学時代からの先輩です、サックスの川上と一緒に、ご近所さんなんでね、本当に桜川の、家の帰り道にある、おしゃれなバー花さんに、ちょっと立ち寄って、まあ、吹き納めライブの後のね、一杯をちょっとやろうかっていうことになりました。今日は、僕が、参加しておりますソウルアイジャズバンドっていうバンドの配信ライブがありまして、その帰りですね、大阪の桜川は非常に立地のいい場所なんですけれども、あんまりこう飲み屋街が少ないんですね。でもまあちょっとこの間たまたま、立ち寄る機会がありまして、こんなにおしゃれな素敵な落ち着ける場所があるんだったら、ちょっと日頃通おうかなっていう感じのお店が一個できましたけれども、川上拓也です。今年ね、お子さんが生まれましたけど、男の子ジン君ね、おめでとうございます。改めてどうでしたか今年は。今年ね、まあ、めっちゃ練習した年でしたね。練習した年、卓六のあれのおかげで、いやいやいや、ソウルアイジャズバンドね、まあそんな話もあるんですけど、このね、桜川っていう場所は、まあ、堀江からもほど近い、まあ、アクセスもいいおしゃれスポットみたいな感じの場所なんですけど、さっきちょっと喋ってて思い出したのが、この近くにね、あの、日本橋か、黒門市場近くにね、B ロキシーっていうジャズのね、あの、ライブハウスがあったんですよ。あれがね、一旦閉店して桜川に移転したんですよ。この本当お店の、今このいる近所でね、でそこがね、立ち飲みのなんか日本酒屋さんみたいな感じがね、あって、で僕も数年前にね、見つけたんです。そしたら本日のライブ、喜作元夫さんギターで、トランペット原口和也で、びっくりしましたよ。で、目撃したの、たまに聞こえてきました、ね、これ誰、レコードレコードみたいな、原口原口さんが、トランペットのね、ヒゲの原口さんが実はこの近所でライブしていた。今はもうそのビール機種もなくなってしまいまして、なんかね、最近ね、若いおかみがやってるスナックみたいになってまして、そう、紫色の感じのね、なってましたけれども、まあもしね、皆さん、桜川に立ち寄る際がありましたら、この花というね、お店、それから、今は亡き、B ロキシーの跡地を、巡業するツアーなんかどうでしょうか需要がないか、まあ、桜川は未だにね、あの、銭湯もありますし、いいとこですから、あの、ぜひね、遊びに来ていただけたらと思います。まあ、今宵はちょっと川上さんと一緒に飲んでおりますけれども、お疲れ様でした。年内吹き納めでございました。またでは皆さん、来年も良いお年をお迎えください。ではでは。